アクアの魅力といえば、リコちゃんが作った曲たち。うん、リコちゃんの音楽の才能はアクアに欠かせないね。才能だなんて大げさだよ。図書室は？図書室はおすすめに合わないズラ。図書室の魅力は花丸ちゃんが一番理解してるもんね。裏所の図書室はダメよ。全く分かっていないわ。よしこちゃん、どこがダメなのか教えてほしいズラ。希望図書が全く反映されないなんて怠慢よ。あ、匿名で黒魔術の本の希望を出してたのって、やっぱりよしこちゃんだったんだね。自我に出たからそうかもって思ってたんだ。ああ、もう特定するのなし。図書室も考えたんだけどね、歌詞作るのはいつも家でやってるし。それを言ったらちかちゃん、私も作曲は家でやってるよ。え、音楽室使ってなかったっけ。練習で使わせてもらうことはあるけど、作曲は…あはははは、はぁ…次行くわよ。